はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオデラックスファイズフォン10です。はい、これは仮面ライダーファイズのファイズフォンをモチーフとした未来のウォッチ型ガジェットで、 5.5 話でもがっつり解説されておりましたが、ツクヨミたち未来人がどこの時代に行っても通話できるかなり万能なアイテムな上に、ファイズフォン同様に変形も可能で、ボッチ、ブラスター、フォンと3モードに変形しますし、まさにこの形がファイズフォン。正面にはゲイツのファイズアーマーが映ってて、横側には AD2003 でファイズ、上側にはファイズアーマーとファイズフォン10で、ジオウはこういう形でレジェンドライダーのアイテムをモチーフとしたウォッチ形状のものが今後も発売するんですよね。遊び方としては単体で色々とサウンドが鳴る上に時空ドライバーと連動。ではレビューしましょう。はい、中身はこうなってて、ファイズフォン10本体のみです。では本体をじっくり確認しましょう。まずはこれがウォッチモードで、本編ではツクヨミがメインの武装として使ってて、全体をぐるっと見回すとこうで、正面から見ると確かにいつものライドウォッチっぽさがありますが、比較しても形はかなり特殊で、正面の比較とか厚みとかはこれくらいの差になってて、上にロック解除ボタンがありますから、ロック解除すると取れて、これをずらすと、はい、10モード、さらにずらすと、本モード、変形オンモードになりますね。電池は最初から入ってて、絶縁シートを抜くと常時電源オンで変形オンモードになりますね。変形方法は実際のファイズフォンとは違いますが、折りたたみ状態と、銃の状態と、フォンと、しっかり3モード変形ができるのは確かにファイズフォンだ。ボタン的にはここがロック解除ボタンになってて、エンターボタンと5のみそれぞれ押せるボタンになってますから、それ以外はシールのフェイク。横側にトリガーがありますね。なのでボタンとしては 1,2,3,4 つかな。電話モード状態でぐるっと見回すとこうで、ちゃんとディスプレイ部分にはファイズのマークがあったりとか、シングルモード、バーストモードとか、実際のファイズフォンと比べても、しっかり元ネタを意識したものになってますよね。さらに、ボタン側にはスマートブレインのロゴがあったりとか、ボタン周りはこんな感じ。これは元ネタからするとだいぶイメージが変わってるかな。ただ実際比較するとそんなに実は似てなくって、これが折りたたみ状態。シルバーブラックの配色はかなりイメージ通りですが、サイズ感も近いかな。ブラスターモード、銃モードの形はこうで、ここにトリガーが来て、こうやって銃を撃つことができますし、銃モード、ブラスターモードはこんな感じですね。なので、シルエットは似てますね。フォンモード、電話状態の比較はこんな感じ。ちなみにこっち CSM ですから、ちょっとサイズ感は大きめですね。そしてファイズフォン10は単体で色々サウンドが鳴るんですが、まずウォッチモードでは特にボタンありませんから音は鳴らなくって、あくまで時空ドライバーとの連動ありき。それは後ほど確認するとして、まずは電話モードロック解除ボタンからの展開で変形音声が鳴って、この状態でエンターボタン。はい、ちょっと可愛い電話着信音。で、もう一回押すと、小山さんボイスでコーリング。さらに押すと、You got the mail のメール着信音。この3音がループするような形。そして5のボタンを押すと、はい、ファイズ的なサウンド。これもこの3音がループするような形ですね。では次はさらに変形して、攻撃遊び。これが銃モードで、この状態でトリガーを押すと、はい、シングルモードでジュリリオン。連射はできますが、長押ししても特に変わらず。発光とかはありませんが、このジュリリオンがファイズフォンまんま。で、エンターボタンを押すとモードチェンジ。バーストモード、連射モードですね。はい、ワントリガーで3連射。今回、玉切れはありませんね。で、もう一回押すと、
はい、エクシードチャージで必殺待機音。この待機音は独自音声ですね。はい、ファイズ的なチャージ音が鳴りつつ、爆発音が鳴って、さらにチチチチっていうウォッチ的なサウンドが鳴って、ファイズ的な要素がありながら、割と独自路線のサウンド。でも実際遊ぶと、ほんとファイズフォン感あってめっちゃいい。で、エンターボタンを押すと、シングルモードに戻って、ボタンを押すごとに、モードがループするような形。ちなみにエクシードチャージで、攻撃した後にもう一回トリガーを押すと、勝手にシングルモードに戻っちゃいますね。なので必殺技連射はできない感じ。で、さらにこの状態から武装遊び。これは銃モード、電話モード、どちらでも可能ですが、まずは銃モードにした状態で、ファイズ、555と3回押してエンター。いきます。はい、ファイズっぽい。キュイーン！レディ、ポインター、オン。これが1音目で、もう一回同じ操作すると。レディ、ショット、オン。レディ、ショット、オン。これが武装遊びの2音ですね。この状態でトリガーを引いても、普通にシングルモードになっちゃいますね。これが電話モードでも同じ動作で遊ぶことができます。これがファイズフォンテンの単体遊びで、とりあえずウォッチモードからの各モードへの変形遊び、さらに電話着信とか取ったりとか、メール着信とか、銃で攻撃とか、モードチェンジ、さらに必殺技。この待機音声もいいよね。レスポンスもいい。で、555で、武装遊びも可能ですから、単体でめちゃくちゃ遊びますね。これはいいアイテムだ。実際のファイズフォンの従事ジオンと聞き比べても、渋い。ちょっと CSM は重厚なサウンドになってますが、同じような感じ。うん。この辺のサウンドはさすがはファイズですね。CSM も最高だな。ではウォッチモードで時空ドライバーと連動。はい、待機音とか特になりませんが、緑に発光して、お、なんかすごい、ライドガジェット。必殺技的なものは、ここ押しても、ロック解除しかできませんので、このまま回転。あ、サウンド同じだ。ちょっとこっち側外そう。単体で確認します。ライドガジェットでピコピコ音ですね。なので一応連動はしますが、変身をライドウォッチとかと組み合わせて遊ぶような形ではありませんね。ちなみにこれは、この状態から、セット状態から変形はできませんが、変形状態から、セットは、いけるね。めっちゃ垂れ下がってますけどね。はい、こんな感じで、セット可能で、回転もオッケー。あとウォッチ形状に変形するってことは、攻撃武器系と
はい、連動することも OK で、ファイズフォン10セットして、必殺技発動。ってこともできますね。いけるいける。しかも意外と見た目悪くないし。あとはサイズが近いってことで CSM のファイズドライバーのベルト側にセットすることはもちろんできませんね。全然はまんないし、置くこともできない。開封時のコメント欄でファイズアクセルにはまりますよっていう風に書いてあったんですが、え？あ、はまる。はまるけど、はまるっていうのかな？奥まで行くとちょっと本体が傷つきそうだから行かないけど、確かにこのスライドパーツ部分に一応ははまらないね。なんとなく行けるだけだ。でも、カチッとはいかない。そのうち、ファイズアクセル10とか、そういうのが出てきたりするのかな。かっけー。はい、ということで、デラックスファイズフォン10を紹介しました。レジェンドライダーアイテムモチーフのウォッチ商品第1弾としては、期待通り非常によくできてて、本編ではライダーの武装というよりはヒロインの月読みの基本武装として使われてますけど、しっかりサウンドにファイズ要素がてんこ盛りで、これは今後発売するであろうレジェンドアイテムモチーフのウォッチ商品、これも一気に楽しみになりましたね。とりあえずタカカアンドロイドのウォッチは発売が確定しておりますが、今後出る可能性があるものは何だろう。印象的なものだとプラモンスターのウォッチ化とか、ディスクアニマルのウォッチ化とか、デンライナーとか電車関連のウォッチ化とか、可能性いろいろありそうですよね。いや、ジオはおもちゃ展開ほんと楽しいな。以上、仮面ライダージオデラックスファイズフォン10の紹介でした。